チャンヒョヒは、韓国の牧師、長老教総連合会代表会長、ニ川キリスト教総連合会会長、韓国キリスト教総連合会共同会長などを、歴任した。1948年中世南道論産、軍出身、キリスト人学校進学科と天安大学校、キリスト進学大学院を卒業し、四世大学校連合進学大学院を経て、 米国サンディエゴリンダベスタ神学大学院で、マキカイ学博士、カリフォルニア神学大学院で、哲学博士学位を取得した。1981年、ニガ直轄式宅西神道に3人の神徒から平和教会を開拓し、1997年教会を建て直して担任牧師として活動、再び平和教会牧師に再任された。 その他韓国長老協総連合会代表会長、後継中央協議会会長、長老協合同政党総会長、長老協総連合会代表会長、韓国キリスト協総連合会共同会長、リンナ内コリアサラン運動協議会代表会長を歴任し、2000年9月冷蔵合同政党第86次総会で新任総会長に選出され、 冷装合同政党総会長になり、11月ソウル、ハスイけど韓国協会100周年記念館で開かれた韓国長老協総連合会第19回定期総会の選挙で韓国長老協総連合会代表会長に選出された。2001年1月3日、二川キリスト教総連合会第41回定期総会で二川キリスト教総連合会会長に選出された。 2001年、韓国の24キリスト教団が参加した、教団状況議会創立を主導した。2001年代韓キリスト教長老会所属の、一つの合同政党教団の総会長として、活動する24個教団が参加した、教団状況議会創設に主導的役割をして、韓国教会一致運動に尽くした。教会で、ニ川市長安サンス、国会議員に、 ユンソン、パク・サンギュ、リンナ内コリア会長官村も、ニガワシフタイラク長官村もなど外賓と生徒らが参加する中、教会創立21周年礼拝及び、ニガワ警察庁、協議委員長就任礼拝を主管した。その年6月に、米国 LA で開かれた、韓米民間親善行事代表団に、チェビオンド、パクテヒなどと共に参加した。夫人との間に、 現在の牧師のチャンジウとチャンヒャンヒ、娘がいる。2003年12月2日、インチョン港域市慶陽区桂山道のスカイオフィスビル9階で、既婚の女性信徒と貫通中、信徒の夫が警察と共に現場を吸収するために、門を叩いて押しかけると、隠れようとベランダのエアコン室外機に10分間、ぶら下がったが30メートル下へ、墜落死した。 担任牧師だった平和協会は死亡原因を過労死と発表し、2003年12月1日10時頃は過労で殉職したとして報道されていた。しかし翌日違う記事で墜落死亡事故が報道され事実が明らかになった。事件後女性信徒の夫は遺族が相続を受けたチャンョヒの財産に対して損害賠償のための仮差し押さえ申請をした。ありがとうございます。